2018年4月アップルパーク上空より、撮影2016年8月建設中のアップルパークを上空より、撮影2016年7月建設中のアップルパークアップルパークは、カリフォルニア州クパチーノ市アップルパーク通り一番地にあるアップルの新本社ビルを中心とする施設である。2017年4月より6ヶ月間かけて本社機能の移転が行われている。 建設中の2017年4月に従業員に公開された。全体の総面積は0.7平方キロメートル。本社のオフィスビルは床面積26万平方メートルのドーナツ型の4階建てガラス張りの建物で1万2000人の従業員が働いている。ノーマン・フォスターがその円形のデザインを手掛け極端なスケール構造はメディアから 宇宙船というの,のニックネームを得た。郊外地中央に175エーカー、一棟で約280万平方ヒート4階建ての円形建物に1万2000人以上の従業員を収容。スティーブ・ジョブズは全体をオフィスパークではなく自然保護区のように見せたいと考えていたこともあり、干ばつに強い木やクパチーの地域固有の植物が 植えられた緑地の空間で本館の中央の中庭には人工池を設けた。アップルパーク内にはオフィスの他に本社移転を主導したジョブズの名前にちなんでスティーブ・ジョブズ・シアターと名付けられた鮮明収容の地下劇場がある。また他の施設には1万千台収容の駐車場、フィットネスセンター、研究施設、ビジターセンター、 一般開放される3階建て3000席のカフェなどがある。電力はすべて太陽光発電など再生可能エネルギーを使用する。1600ノルマルタンタウアベニュークパチーノのアップルパークビジターセンター。アップルパークモデルを探索するために拡張現実 iPad を使用している訪問者。二千十六年に一月建設中のアップルパークキャンパスのントは 緑地で構成されており、主要な建物の中央にある広々とした中庭には、アプリコット、オリーブ、リンゴの果樹園、カフェ近くのハーブガーデンが植えられていた。キャンパスの景観のために選択された植物は、干ばつ体制があるもので、リサイクルされた水を敷地内の酸水に活用している、引用が必要。2011年、アップルは、 アーボリストのデイブ・マフリーを雇って周辺のカリフォルニアの自然環境を育てた。アップルのヘッドハンターはジョブズがスタンフォードリッシュの近くの多くの木について特質を認識して世話ができるアーボリストを探した結果2010年にマフリーに出会う。敷地内には309種の在来種の9000本の木があり植えられた木はオークサバンナオークの木及び アプリコット、リンゴ、プラム、チェリー、カキなどの果樹で、追加の15エーカーには、カリフォルニアの原産樹が植えられている。代表的なリンゴの品種には、ゴールデンデリシャス、グラニースミス、グラベンスタイン、ピンクレディが見られるが、マッキントッシュはあまりない。マフリーが、本格的に作業を開始した後には4000本の、既存の木のうち実際に使用可能であるのが100本。 未満であることに気づくが、これは9000本の計画樹木のほぼすべてをゼロから調達しなければならなかったことを意味した。チームは放置されたクリスマスツリーファーム活用を思い立ち、実際にはもはやべ砂漠のヤーモで一つ購入している。アップルパークの横の歩道から見たグレンデニングバーンアップルがキャンパス用に購入した土地には1916年に ジョン・レナードがレッドウッドの板を使用して建てた古いナヤがあった。レナードはグレン・デニング家と結婚し、スコットランドから米国に移住し、1850年代にこの地域に定住。この物件を購入した後で、ナヤの運命について、アップル特、パチーノ歴史協会、クパチーノ氏の間で議論がなされてきており、ナヤに対する死の関心は、 2004年の史跡としての宣言に橋を発している。最終的に、アップルはナヤ施設に保管することに同意、実際、メンテナンスツールや、その他の造園資材の保管に活用している。ナヤは、キャンパスの建設中に解体され、元の場所とは異なる場所で再組み立てがなされた。中庭は30エーカーで、人工池のそばに果樹が繁茂する。 引用が必要アップルの製品発表イベントで利用されるアップルパーク内の最も高いところに建てられた劇場である。総建築費用は約200億円で1000人を収容できる建築物となっている。2018年に2人の労働者が負傷し病院での治療が必要であることが明らかになった時、アップルの新たな本社は注目を集めた。アップルは 新しい本社の贅沢さ及びその設計と構造に対する完璧主義的なアプローチに対する批判をいくつも受けてきた。建築材料である特殊木材の使用は30ページのガイドラインの主題であると報告された。ドアハンドルの設計はアップルの経営陣が承認する前にいくつかの修正を含む1年半の議論の対象であると報告された。アップルは カスタムサイネージを求めてたため、サンタクララ軍消防局と対立し、緊急時に安全性を損なう恐れがあるため、数回の交渉が必要になった。2017年12月に本社として稼働開始したアップルパーク特パチーノの空中夜景。ありがとうございます。